PM10 のサロン喫茶シュビ。TY19636 Moon SI スタジオからお送りしていきます。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティのシュビルカワシュビザブローことシュビです。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私シュビの何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。3月18日土曜日の夜、こんばんは。少しずつ暖かくなってきました。暖かくなってほしくない、ずっと寒いままでいいのにと思いながら過ごしています。もちろんこたつも何もいらないですね。結局この冬は暖房器具なしで過ごすことができました。こうして無事に冬を乗り越えられたのも皆様の応援のおかげです。ありがとうございました。3年前から、コロナウイルスというものと私たち人類は共に戦って、うまくそのウイルスと過ごしてきましたね。そこからマスクというものを日常で、装着するようになり、今までは風邪とか、もう小学校以来マスクっていうものをしていなかったですね。なのでマスクってこんなに窮屈、過ごしにくいものなんだと、改めてこのコロナウイルスというものをに気づかされたものもありますし、まあこのコロナのおかげでいろいろ助かった部分もありますし、日常で人間同士の距離がある一定保てるようになったり、そういう部分ではなんか窮屈さというものが、ちょっとゆとりがある日常にはなったかなと。そして先日3月13日でマスクの着用が個人の判断に委ねられました。まだまだマスクというものを外す場面は少ないかもしれないけど、こういう話が出てきただけで、あ、少しずつもうコロナという存在と離れていってるんだなっていう、なんかそれは実感があります。マスクの着用が効果的な場面について、厚生労働省は医療機関を受診するときや重症化リスクの高い人が多い医療機関や高齢者施設などを訪問するとき、人が密集している通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車するとき、この3つの場面、まだまだこれからも着用した方がいいんではないかという、医療機関を受診するとき、医療機関や高齢者施設などを訪問するとき、混雑した電車やバスに乗車するとき、実際、3月13日以降電車に乗っていますけど、まだまだというか全然マスクを外す方はいらっしゃらないですね。でも今はコロナというよりも花粉の方で、そっちの方でマスクをつけている方が多いですね。まだまだ自分は花粉ではないので、その苦しさというのは、わからないんですけど、中にはもうマスクを取って普通に電車に乗っている方もいるし、まあまあそれは本当に個人の判断、自由かなと思いますね。海外の方は、まあ絶対とは言わないけど、つけてない人が多いかな。別にそれはね、いいですよね。自由だ。
PM10 のサロン喫茶シュビーのツイッターでマスクを外しますかという投票を、してみたんですけど、結果は外す 43%、 外さない 57%、 外さないがやっぱり多いですけど、それでも半々かなっていう感じ。あんまり大差はないな。この結果を見てちょっとなんか安心しています。あ、自由な心を持っているこの日本は、と。いや、このサロンキッサーの皆さんは自由な心も持ちつつ、それでも安全防御をする心も忘れていない。いいですね、皆さん。最高です。くれぐれも体調に気をつけて過ごしてほしいなと思います。3月、そして4月、春ですね。時計のある夜をかき分けてきた。食べられそうなすべてを食べた。長いトンネルをくぐり抜けた時、みんな寝ない色に包まれていた。実はまだ始まる。聴いていただいた曲はスピッツで春の歌でした。この後はあのコーナー、サロン喫茶シュビー。それではこのコーナーに参ります。依存だ JA。 はい、こちらのコーナーでは皆様が今依存していることを紹介してほしいです。欲しいですっていうか、紹介していきます。依存だ JA メッセージお待ちしています。それではまだメッセージが届いていないので、今週は守備の依存だ JA を紹介します。お休みオポチュニティという映画を最近見まして、こちら、オポチュニティ。正式名称、マーズエクスプロレーションローバー B。アメリカ航空宇宙局 NASA の火星探査機、マーズエクスプロレーションローバープログラムで使用された2台、1号機、2号機、2号機のオポチュニティ。2004年1月25日午前、5時5分に火星のメリディアニ平原に無事着陸をしたオポチュニティ。このちょうど3週間前には1号機のスピリット
という探査機が平原の反対側に着陸をしております。この探査機2台がどのように作られて、そして無事に着陸をできたその瞬間の映像、その後の調査の模様、全てが描かれているこの作品、おやすみオポチュニティ。火星では火星術というものがあって、火星での時間はこの地球の時間より少し長く変化をしてしまう。なのでこの地球の24時間は火星では24時間39分 35.244 秒となる。まあこの1日が火星で調査しているオポチュニティをこちらで観察する場合、地球の時間とは異なるので、それがややこしくなるので、火星術、それを専門用語でソル、1ソル、2ソル、3ソル、そう呼んでるみたいです。この作品の中でも描かれてます。無事にオポチュニティスピリットが火星に着陸をして、もうそれ自体がすごいことなんですよね。設定をしたクレーターに寸分狂いなくホールインワン、多分ゴルフのホールインワンよりもう確率は少ないですよね。もうそこにピンポイントに着陸ができた。地球の管制塔は喜びと歓喜の声ですごかったのですが、無事に着陸をして、そしてここからが一番この管制塔の方々がしんどくなる時間でして、地球と火星の時間は違う。なのでその1ソル2ソルに合わせて、こちらの地球の調査員たちも過ごさなくてはいけない。オポチュニティスピリットのことは四六日ずっと観察をしていなければいけない。時間も伸びてますし、寝る暇もない。しかしまあそんなことよりも火星に今降り立っているっていうその喜びですよね。本当に作品を見ていてもそうでしたけど、うわ降りたってめっちゃすごかったです。この火星での調査はオプチュニティスピリットともに90ソルと設定をされていました。90日間、火星での90日間、順調に調査を進めていろんな発見をこの2台はして、地面にタイヤが埋まってしまったり、そんなハプニングも乗り越えて見事91ソル目に突入をしたわけなんですよね。管制塔では皆さんが91ソル目のケーキを作って、それをみんなで食べて、このオプチュニティスピリット2台を称えてお祝いをしていました。そして当初90日間90ソルの調査予定であったオポチュニティは2ソルの期間でその調査を終えました。年間の調査期間、すごいですね。こちらからの信号で遠隔操作だけで動いているのですが、ほぼオポチュニティの AI、 自分で考えた行動で生き延びたこの5352ソル。ロボットなんですけど、このオポチュニティのビジュアルも可愛くて、この地球にいる人類のために、ああ調査を頑張ってくれたんだなと、本当に細かく描かれているこのおやすみオポチュニティにも
オポチュニティという存在に今依存しています。現在 Amazon プライムビデオでご覧になれますので、またよかったら見てください。単純に結構癒されました。はい、オポチュニティに依存をしている守備の依存だぜいえいでした。皆様の今依存していること、依存だぜいえいメッセージをお待ちしています。ラジオネームを添えてメールまたは Twitter メッセージ、 YouTube コメント、 YouTube コミュニティ投稿でお待ちしております。メールの送り先は守備 10@gmail.com、 守備 10@gmail.com、SHVIY10@gmail.com です。TY19636MOON SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談、雑談など普通のお便り、スピスピメッセージ、そして依存だぜいえいメッセージをお待ちしております。ラジオネームを添えてメールまたはTwitter メッセージ、 YouTube コメント、 YouTube コミュニティ投稿で送ってください。その他詳しくは Twitter をご覧ください。ここまでの時間は守備がお送りしました。オポチュニティ。